東山タワーは、名古屋市昭和区高峰町の中京テレビ、放送休本社内に置かれている、県域 FM ラジオの送信所、名古屋高速道路の業務用無線の基地局及び、NTT ドコモの中継所である。中京テレビ鉄道という名称も持つ。在名局発にして、民放広域テレビ局唯一の UHF 放送だった、中京テレビが、九百六十九年の開局に、 合わせて、同局の敷地内に建設した。敷地内に建てた理由は、UHF 電波の特性として、遠距離やビル群で電波が減衰してしまうために高い、給料値が必要であったことと名古屋空港への飛行機の侵入路や警察無線の妨害に当たらない場所として最適だったためである。標高65メートルのところに高さ162メートルの鉄塔が建設され、 両方の高さを合わせると、名古屋市中心部にある名古屋テレビ塔よりも高い。建設費は1億7千万円。中京テレビ OB の話によれば、砂利道しかない雑木林を切り開いて作ったという。後に、財名 FM ラジオ局名古屋高速道路会社 NTT ドコモが送信書、基地局、中継書として使用している。1八十九年の東山、 スカイタワー完成以降は混同されやすいことからか、付近住民も、中京テレビの職員の間でも、東山タワーの名称をあまり使わなくなっている。かつては、自社を含めた UHF アナログテレビ放送も送信していたが、セトデジタルタワーの運用開始、そして完全地上デジタルテレビ放送化により2011年7月24日を、もって、 名古屋テレビ等の VHF アナログテレビ送信書ともども廃局となったウェブ新聞文献ありがとうございます。